ジェイソンはアメリカ海軍の工作艦、バルカン級工作艦の4番艦。ジェイソンは1944年から1995年まで運用され、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争に従軍した。ジェイソンは退役時、フリゲートコンスティテューションを除いてアメリカ海軍で最古の艦であり、かつ、 第二次世界大戦からの最後の現役期間運転であった。ジェイソンは1942年3月9日にカリフォルニア州サンペドロのロサンゼルス造船ドック社で重工作会がマイナス1として寄港、1943年4月3日に浸水し1944年6月19日に初代艦長 AOR バーゲ船大佐の指揮の下で収益した。 特攻機の攻撃で損傷した空母ランドルフを支援するジェイソン。1945年3月13日。短期間の大焼け身と手直し後、ジェイソンは1944年7月6日に新珠湾に到着し、太平洋戦線での第一歩を踏み出した。ジェイソンは8月17日にソロモン諸島のパービス湾に到着し、第10支援戦隊での活動を始める。 さらに2ヶ月後には、ウルシー艦渉へ移動し、そこでの7ヶ月間で、ジェイソンは浮かぶ交渉として、日本軍との戦闘で損傷した多くの艦艇を修理した。戦線が北上していったために、ジェイソンも1945年5月28日に、レーテ島に到着し、戦争の残りの期間を太平洋艦隊の艦艇支援で過ごした。日本の降伏後の9月8日、ジェイソンは、 第七艦隊の戦団と共に占領部隊の第一陣として朝鮮の二川へ入港する。二川での活動後は中国の青島で1946年2月中旬まで艦艇の修理と在留日本人の引き上げ支援を行った。ジェイソンは3月9日にオーバーホールのためカリフォルニア州ターミナルアイランドへ戻った後5月に再び極東へ戻る。 ジェイソンはそれから4年間、日本とカリフォルニア州を往復して過ごした。佐世保港で、ジェイソンと並ぶ艦艇手前から、空母ユニコーン、軽巡洋艦事能、空母バリー法事、レーテ姉妹艦の工作艦、ヘクター。1950年頃1950年7月22日、カリフォルニア州オークランドから佐世保へ向かったジェイソンは、8月の、 到着後すぐに活動を始めた。サセボでの活動中、ジェイソンはアメリカでのオーバーホールを除き、官邸の修理活動に従事した。朝鮮戦争休戦協定締結後、ジェイソンは1953年11月6日にサンディエゴへ戻った。6ヶ月後に、韓国の賃海への親善公開を含む、再度の西太平洋展開を行ったが、この期間中に、 中国人民解放軍が中華民国軍が確保している大陳軍島へ圧力を強めたために第七艦隊は牽制行動を実施。ジェイソンはこの活動を支援した。1955年2月13日にサンディエゴへ戻ったジェイソンは西海岸で修理任務に従事する。1956年1月に始まった新たな極東での活動でジェイソンは沖縄 台湾を訪問して10月下旬にサンディエゴへ帰還する。佐世保で行動中だった翌1957年9月9日にジェイソンの看板号は AR-8 に変更された。インドネシアでの緊張が高まったことによる第7艦隊の監視活動を支援して1958年2月14日にサンディエゴへ帰着後は年内を同地で過ごした。 ジェイソンは1959年1月6日に極東へ向かい、8月18日にサンディエゴへ戻るまで活動した。1961年3月7日から1962年中を西海岸で修理任務に従事した。ベトナム共和国で暴動が拡大していたことを受けて1963年1月3日に新たな西太平洋展開が行われ、 1963年7月7日にサンディエゴへ戻るまで活動。その後は太平洋艦隊と共に1964年中を西海岸で過ごしたベトナム沿岸のジェイソン。1968年頃。1965年1月4日にサンディエゴを出たジェイソンは25日に横須賀へ到着。日本と沖縄での活動後に3月6日。 スービック湾へ入港、8月31日に母港へ戻るまで第7艦隊の艦艇と行動した。ジェイソンはカリフォルニア州南部の諸港で行動後に1966年3月4日にワシントン州ブレマートンでオーバーホールを行った。オーバーホール完了後の6月6日、引き続き西海岸で行動してから1967年に1月9日に西太平洋へ向かった。 その後は8月19日にサンディエゴへ戻るまで佐世保とスービック湾で第7艦隊の艦艇と活動した。1974年頃にジェイソンの5インチ手法は撤去され非戦闘艦艇となったため女性上院の勤務が認められることになった。サンディエゴを母校としていた1980年10月、ジェイソンと上院たちはイランアメリカ大使館、 人質事件の対応を支援するため西太平洋とインド洋巡航を行った。ジェイソンの乗員はおおよそ男性800名と女性45名から構成されていた。1ヶ月間の横須賀での修理任務、スービック湾での感謝祭の停泊、中水炎を発症した乗員の手術のための5区。 短期間のシンガポール機構を経て、ジェイソンは、インド洋へ入った。そこでジェイソンは、ソ連の軍艦とタンカー各一隻、商船二隻と遭遇し、それから間もなく、潜水艦一隻も確認した。ディエゴ・ガルシア島の湾の中央に停泊したジェイソンは、浮かぶ不当の役目を果たし、水上艦艇と潜水艦双方を修理し続けた。ジェイソンはその後すぐに、サンディエゴに戻り、 1981年2月27日に西オーストラリア州のフリーマントルに立ち寄り、パースでの4日間の R&R と真珠湾での補給を行った。グアム島アプラ港に入港したジェイソン。1985年8月5日。それから間もなく、上院はジェイソンの母港が真珠湾に変更される知らせを受けた。ジェイソンは駆逐艦母艦ブライスキャニオンから 母艦任務を引き継ぐことになり、ジェイソンの艦長も、ジョンソン大佐から、ブライスキャニオンの艦長であった、マーティン大佐に交代した。真珠湾にいる間、ジェイソンは、数百万ドルを費やして、オーバーホールを実施した。1983年に、西太平洋地域へ向かったジェイソンは、日本の横須賀と佐世保、フィリピンのスービック海軍基地、そして、韓国の富山を巡った。 1986年2月10日、ジェイソンは、真珠湾の南西 100km 海上で、艦隊給油艦ウィラメッテに衝突された。ジェイソンがウィラメッテを中心とする陣形を横切って、ウィラメッテの後部に陣取ろうとした際に起きた事故であった。ジェイソンの乗員1名が死亡し、8名が負傷した。ジェイソンの左舷には、艦板から水線部へ垂直に広がる大きな亀裂が入り、 栄光級南艦ブランズウィックに栄光されて港に戻らざるを得なかった。衝突事故の責任を問われ、両艦の艦長は解任されることになった。修理後にジェイソンは新たな母港であるサンディエゴへ移動した。ジェイソンはこの時までに海軍の在籍艦艇で最も叙勲された艦となっていた。1990年1月、ジェイソンがディエゴ・ガルシア沿岸を航行中だった際に赤い、 人工衛星に似た未確認飛行物体の目撃騒ぎが発生した。1990年8月に湾岸戦争が始まるとジェイソンが下級的速やかに作戦行動を取ることができるように計画が練られた。艦長と便大佐の下でジェイソンは12月初めにペルシャ湾へ出発し、クウェートのイラク軍に対する軍事行動を議会が、 承認する前日の1991年1月14日、水陸両用船部隊と共に、オマーン沿岸に到着する。航空船が続く2週間、ペルシャ湾に入ったジェイソンは、バーレーンのマナーまで、アメリカ海軍や他国籍軍の艦艇と並んで、停泊し、砂漠の嵐作戦の支援を行う。状況が落ち着く2月28日までの数週間は、何度も、 弾道ミサイルの警報が発せられた。ジェイソンは一連の活動の中で、嫌いによって損害を受けた、強襲揚陸艦トリポリとプリンストンの応急修理に主要な役割を果たした。湾岸戦争において、ジェイソンの戦闘損傷評価、修理チームは、損傷艦運への対応によって、戦闘公戦報送を受けたが、この中には、 女性水兵たちに対する初めての授与も含まれている。加えて、一体の戦闘損傷評価チームは、クウェートの陸上に派遣され、指定された、責任範囲の被害状況記録活動もいった。このチームの兵員たちに対しても、戦闘公戦報奨が授与されている。ジェイソンは百九十五年六月十四日に、退役し、海軍艦艇名簿から除籍された。ジェイソンは、 アメリカ海軍海事委員会に移管され、カリフォルニア州ベニシアのサスーン湾で国防予備船体によって保管された。21世紀に入った2006年11月9日、ジェイソンのスクラップ契約をテキサス州ブラウンズビルのマリーンメタル社が受注し、ジェイソンの艦隊は解体のために2 0 0 7年1月8日に国防予備船体、サスーン湾グループから除籍された。 ジェイソンは生涯で一家の勲章を与えられた。ありがとうございます。